はい、どうもこんにちは、マガラです。今回は、何使おう？マンを使おうか。マンを使って、チームデスマッチじゃなくて、ドミネーションやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、いつもなくて、やっぱり、チームデスマッチってしまうマガラさん。ちょっと、しようか。さあ、今回は AR というかで、ちょっと、遠目で援護をしてあ、来ないか？飛ばしよう。あった。あ、待って。あ、やべ。あ、危ねえ。あ、引こう。全員来てるな。危ねえ。どう？あんねえな。あー、やべ。これはやらかしい。AR というわけでね、自分アフターバーナーつけてないんですよね。急にアフターバーナーつけてるんですけど、なんですかね、やっぱ AR だから。あれ、痛くね？なんか書いてる。あれ、スルーされた俺も。あ、電車がいっピンきますね。来てって来るか。来ないね。あ、ナイス。カバー。えい。裏から来そうだなぁ。いやぁ、うおぉ、照られていく。腰打ちかよ。腰打ちじゃねえわ。髪抜きかよ。ずれえよ、それ。マジ。いや、ナイス。ナイスじゃねえわ。え、嘘。照れてる、ナイス。あとね。あー、ちょっと詰まるよ。よい。そうやね。お、なんか変わった。あれ、よし、オッケー。ねえ、脇がもう結構リスムからやりに行けれなかったね。あ、まだ塩脇か。塩脇か。さっき、言ってないか。何も言ってないか。脇。脇が倒れたっけ。あ、引いてた。オッケー。バーイ。ナイス。いるね。オッケー。これじゃあ。結構ポンポン投げてください。ナイス。あ、こっち。いやー、あそこいるな。怖いな。ビー取られた。いや、もう撃った方がいいな。あー、どっちか来てる。ナイス。うわっ、オッケー。危ねえ。3000スコアか。また微妙なスコアだな。びっくりして、この腰打ち。あ、
危ねえ。いや、自分ですね、まあ、多分みんなもそうなんですけど、シーバとか、ワンオーオーとか、わかるんじゃない、わかると思うんですけど、アイアンサイドがですね、見えづらいんですよね。アイアンサイド見えづらいからね、自分本当に嫌なんですよね。これも違った。おるんかい。ヘッド出しちゃおう。あーす、ナイスカバー。おっ、そっちから来るか。これはしゃあないね。何これ来たんだ。うわー、これ本当に嫌な、見えづらいのかも。これやだ、出しちゃおう。おお、笑ってなかったか。マジか、もったいないな。3枚来たのに、あ、ヘイておかしちゃったか。飛んでみよっか。いないんかい。あ、角おったか。いやー、もったいない。何当たった？さっきのヒットパンって。あ、ヘロプラスか。いや、いるんやな。展開しちゃおう。ゴーゴー。押されてるからな。いる。うわー、ヘイマーカーつらーい。はい、いけ、ケルベロス。はい、我がしもべよ。やられていく。マジか。さっきからめっちゃ負けていく、ずっと。あ、やるんだ。EMP ばっかり投げてくるな、さっき。うわー、もうキリできない。ラップスばっかり、もうラップスに頼ったばっかりかな、俺。そういえば今思い出したんですけど、自分ノーネームクランっていう、ノーネームというクランに所属しました。はい、まあ昔から、だいぶ前に今ロリークランに入ったんですけど、まあそこ解散しちゃって、一回、まあずっと解散したこと、まあ解散っていうか、もっと自分は痛かったんで、クランに。だからちょっとクランが欲しくてですね、で自分の知り合いに作っていた人いたんで、その人に、まあ、レック、 RC 頼んだんですけど、で昨日それあったんですね。あって、メタルプロン2やってて、まあ無事今日合格したよって発表したんで、昨日ネームクラに入会することになりました。あ、やられていく。カバーが起こった。いけんな。ナイス。オッケー。というわけで200対10、112で勝ちました。いやー、なかなか結構、まあスコアはまあ低かったですけど、まあ
まあ、勝ちなら良しとしましょう。というわけで、お、ちょうど50キロか。というわけで、5790、50キロ11です。5ダッシュ、11防衛となりました。はい、というわけで、今回は、ノーネームクラに所属したという話でした。ね、まあ、パーティーで会うかもしれませんが、その時は、よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それでは、最近ここら辺ぐだってるよ、マジで。2回目。